はい、どうも皆さん、こんにちは。で、今回なんですけど、僕のね、1日のフル食っていう動画を撮っていきたいと思います。で、今までルーティーンとかの動画で食事自体を見せたことあったんですけど、まあ、それの詳しい説明だったりっていうのをやったことがなかったんで、今回はね、食事にフォーカスして、動画を撮っていきたいと思います。はい、で、朝ごはんのメニューなんですけど、まあ、米はだいたい半合ぐらい。で、納豆2パック、そして卵3個を茹でたものに、まあ、プロテイン1杯、追加して、合計でね、朝でプロテインが 60g、取るような内容になってます。はい。で、朝ごはんはまあ、これからね、朝から、活動がスタートするんで、まあ、1日の中でもしっかり、食べ物をね、食べていこうと。いう意識で、まあ、良質な油とともにタンパク質などの栄養を含んだ卵を、取って、でね、朝に食べやすい植物性のタンパク質である納豆も、朝ごはんに取り入れてます。で、自分今、まあ、減量期とかじゃなくて、まあ、増量期なんですけど、まあ、1日に最低、まあ、体重 ×2 倍のタンパク質を取りたいんで、まあ、体重が70キロぐらいなんで、最低でも140取るように意識してるんですけど、まあ、自分の目標値は、180g にしてるので、まあ朝ごはんで 60g 取れたら結構いいんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでね、朝食にプラスして、プロテインをいっぱい、飲むんですけど、実は僕昼食と夜ご飯の間って結構時間が空くんで、夕方3時ぐらいに、プロテインを2スクープ分、まあ、量に直すと、だいたい 40g を取るようにしてます。はい、お昼になったんで昼食の方を作っていきたいと思います。お米は朝と同じように 150g、使って、鶏胸肉を皮なしで 200g、そしてブロッコリーを約 150g、人参、玉ねぎを、それぞれ1個ずつ、使っていきたいと思います。で、このブロッコリー、人参、玉ねぎに関しては、夜も同じものを使うので、2食分の量になります。はい、メニューとしましてはコンソメスープに、胸肉も、入れていきたいと思います。はい、で、この昼食で摂れるタンパク質量なんですけど、まあ、鶏胸肉皮なし 200g で、40g が摂れる計算になっています。はい、で、今回の昼食のポイントなんですけど、まあ、自分は学生なんで、とにかく安く、高タンパク質、低脂質、かつ手間の少ない料理にしました。で、1回の食事で吸収できるタンパク質量の上限っていうのは、まあ、個人差あるんですけど、だいたい決まっているんで、まあ、自分は胸肉、皮なしを 200g 用いてコンソメスープを作りました。で、ビタミンが豊富なブロッコリーをスープに入れて、まあ、それ以外では食物繊維が足りていないと思ったんで、それをね、よく含む人参、そしてその他不足分のビタミンを補うために、まあ、玉ねぎなども用いました。で、低脂質な料理にしたかったんで、まあ、カレーだったりシチューではなくてコンソメスープを作りました。はい、ちなみになんですけど、自分あんまり野菜が好きじゃなくて、で、食事でね、あんまり摂ることないんですけど、朝ごはんと夜ご飯の後に、自分はサプリメントを取ってます。で、これは以前自分が愛用しているサプリメントを紹介してみたっていう動画があるんですけど、自分が取ってるサプリメントとしましては、マルチビタミンとミネラルだったり、オメガ3フィッシュオイルだったり、まあ、最近ちょっとね、関節とかが痛いんで、グルコサミンとかコンドロイチンっていう、サプリメントも取ったりしてます。よかったら参考にしてみてください。はい、19時になったんで夜ご飯作っていきたいと思います。で、お米は朝昼と同じようにだいたい半合ぐらいで、今度はね、昼に作ったスープの中に、鮭を 200g、入れていきます。で、この鮭 200g にだいたいタンパク質が、40ちょっとあるんで、結構ね、タンパク質取れると思います。はい、この夜ご飯のポイントなんですけど、まあ、単純にね、昼にお肉食べたんで、お肉以外の魚でタンパク質を取ろうと思いました。でね、コスパ的にも鮭は安くてタンパク質も豊富に含まれています。
さらにね、トレゴにはミネラルが不足しているんで、まあ、塩分の多い、塩分のね、多く含む鮭の塩漬けを選びました。で、単純に肉だけだと飽きてしまうんで、たまには魚を食べたりするのも、いいと思います。はい、で1日を通してみるとタンパク質量は、まあ、目標値の 180g は、達成できていて、まあ、これ以上取りすぎても吸収できなかったタンパク質分が、まあ、脂肪になったりしてしまうので、まあ、大体このくらいの量を取るようにしています。はい、続いてなんですけど、これはもう寝る30分ぐらい前の、動画になります。で、寝てる間っていうのは、まあ、栄養補給ができないために、まあ、増量期である今は、まあ、できるだけ空腹を作りたくないんで、まあ、消化吸収に時間のかかるカゼインプロテインを含む、まあ、ヨーグルトをチョイスしました。で、バナナに関しては単純にね、糖質も欲しいんで、比較的家の負担が少ない、加糖を含むバナナを選びました。はい、で、バナナとヨーグルトだけだとアミノ酸が十分に取れないんで、EA も一緒に飲んでいきます。はい、こんな感じでね、今回自分の1日のフル食紹介させていただきました。何かね、参考にできる部分あればぜひ参考にしてみてください。そしてね、何かアドバイスとかあればコメント欄の方によろしくお願いします。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。